じゃあ続いての質問お願いします。先ほどの質問とちょっと似ているんですけど、なかなか就活の軸っていうのが定まらないっていう悩みがあります。聞かれた時に答えてることとかってありますか？あります。チームが配慮はするけど遠慮はしないっていうチーム像を体現できているかとか、あとは新卒の段階でどれぐらい自分から自発的に発言したり手を挙げたりすることを求めてくれているかっていうところが一応主に自分の今の就活の軸としてはあるんですけど、それをお話しした時にやっぱそれはないねっていう会社さんはあんまりないので、それだけでは会社が絞れないかなって思います。うちの会社は手を挙げると大変なことになるよ会社はあんまりないですよね。別にそういう意味ではその軸がダメとかも全然ないと思いましたけど、うん、でもつまり業界とか業種みたいなもの仕事内容だったりとか会社の社会的意義だったりとか理念みたいなものだったりとかじゃなくて、働く職場の文化とか風土とかってことですよね。優先度としては高いのかなと思っていて、ただその理念とかに共感することができればなおいいなっていうふうには思っています。まあそれはそうですよね。ただまあ優先順位はやっぱり職場の雰囲気とかで、それは全然悪くないと思うんですね、はい、最初の質問で第一希望がないっていうのはやっぱり最初はあんまり接点がない中で言うと文化風土みたいなものっていうのが見えてこないからかもしれないなっていうのをちょっと改めて思ったんですけど、はい、ちなみに OB 訪問とか OG 訪問とか、 なんかそのまあ先輩に向かったりとかなんかしてたりとかしてます？あ、接点いただいてます。あ、どれぐらいしてますか？今本選考に進んでる会社さんは、うん、原則一人以上は、あ、そんなにちゃんとやってる、お会いさせていただく機会をいただくことも多いので、はいはいはい、受け身ですか？それはそれとも自分から、自分からこういう社員さんとお会いしたいですっていうのをご希望を言わせていただいて、お会いして話した時の雰囲気に波長が合うかとか、仕事内容を自分ができるイメージがあるかみたいな。それそもそも向こうが人事が用意してくれる場ってことですか？それともないものから作ったの時もあれば自分からお願いする時もあります。もっとあった方がいいじゃないですか、うん、数が足りない。いろんな人とお会いします。はい、受け身的だと南さんから、ね、受け身だと意味がないと思います、はい、だったら一生受け身で生きちゃうよって思っちゃうんで、うん、じゃあ与えられた餌だけで生きていくのって思っちゃうんで、うん、それって人造人生に幸せなんだっけって思うんで、与えられた場じゃなくて作ってください自分で。ちなみに高野さんも実際の転職の相談であったりとか、その軸がないんですって山ほど聞かれてきたと思うんですけど、確かに、あ、まあそうですね、どういうふうに思われますか？軸がないといけないとか思わなくていいかなという気がしてます、ね、で日本的な感じ、まあ、自分も一応日本人ずっとやってきた感覚で言うと絶対にこうなりたいっていうのはなかなか思いにくい人が多いので、どうなりたくないのかというのを考えて、そういうふうにならないようにするにはどういう会社とか仕事を選べばいいのかなっていうふうに裏返して考えてみた方が日本的には考えやすい。ちなみに今思い浮かびますか？こうなりたくはないっていう。あります。子育てに全然時間がかけられなさすぎるのは嫌だな。そこからこう分解していった時にどういう会社とか仕事がありえるのか、うん、ありえるのかはでも大事なんで、ないとダメじゃないですか。で今の話もまあ自分次第だよね、または結婚する相手のパートナー次第だよねなんだけど、まあでもやっぱり人生を考えていくとそういう確率をある種上げていこうっていう努力は大切だと思うんで、そういうことも考慮に入れたらどうなのかとか、そういう目線で一昔前だったらまあ大手企業に行って産休育休をちゃんと取るみたいな感じだったけど、最近はベンチャーとかスタートアップでももうリモートで何でもできるし、むしろ転職をつけてスキルを上げた方がいいんじゃないかって考え方もたくさん出てきていて、そこはまあ紐解いて分解した時にどういう選択肢があるのかなみたいなのは考えてみたらいいんじゃないですか。ちなみに留学経験とか言語とかってどんな感じですか？オーストラリアにワーキングホリデーで1年弱、はい、あ、じゃあ英語はもういけるんですか？英語はそうですね、はい、確かに日本企業にこだわらない方がいいと思っていて、やっぱり休みの文化とかそれこそアメリカ企業とかってやっぱり12月とかってほぼもうやっぱり休みなんですよ、うん、やっぱそれは家族との時間を大切にしようっていう文化があるので、はい、もはや日本企業じゃなくていいんじゃないかって僕は思ったので、うん、日本企業はそもそも選択肢は捨てるっていう、ちょっと考えてみます。はい、はい、逆にそういう視点はなかったんで今まで。若干見たりはしてはいたんですけど、日本で働きたいなっていう思いもあったので、まずは日本企業を中心に見ようっていう考えになっていたのかなって思います、
もっと地球は広いので日本以外の選択肢を探した方がいいかなと思います。やりたいことがわからないとか価値観がわからないって話だと思うんですけど、探すためのファーストステップとしておすすめの方法があって、自分が尊敬している身近ではない人、誰かいますか？身近でない人。身近でない人、はい。それは身近だな。ああ、そうなんです、ね。身近なんですか、僕。仮に、じゃあ、シュンさんにおいて、どんな要素を尊敬してるんですか？自分のやりたいことを、こう口だけじゃなくて行動に移していく。なるほど、なるほど。これが自分の価値観なんじゃないですか、っていう行為をすればいいかなって思って。はい、っていうので、何日かかけて、ちょっと自分の中の手の届かない人で尊敬する人誰なんだろうなっていうのを思い返してほしいなというふうに。じゃあ3人ぐらい挙げてみて、はい、その3人の要素なんだっけっていうふうに見ると、じゃあ自分の価値観なんだろうなっていうふうに分かると思うので、それやってほしいなって。やってみます。はい。で、また分かったら、しゅんさん、経由で僕にメッセージください。はい。聞かせて、聞かせて。ありがとうございます。ということで、本日の感想を松原さんの方からお願いします。今回いろいろアドバイスいただいて、うちだけで自分がやってないことってたくさんあるなっていうのと、自分が視野を広げるためにいろいろこうスカウトいただいたものを見ているっていうのをやってた割には、実はそれが視野が狭かったっていうのを教えていただいたので、ここで学んだことをきちんと行動に明日から、いや今日から移していこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかやっぱりすごいもったいないなって思いました。いろいろ素質持ってるのにすごい狭い世界で見ちゃってるなっていうところがすごいやっぱあって、もっと世界広いのに、地球ってもっとでかいのにもったいないよっていうふうに思っちゃいました。なんでもっと広い世界を知ってください。コミュニケーション力もありますし、非常に話しやすい方で、そうそう、前感じまして、まあ、ちょっと天然な知恵なのでまあたくさん内定が出るんじゃないかと思いましたので、まあそんな悩まなくていう感じです。ただよりいわゆるハイレベルだと言われるような会社さんを口説くというか、内定を取るためにはやっぱり数字で説明ができるとか、何の結果が出ていてなぜ活躍できるのかというような話を挟み込んでいかないといけないんですよね。今の段階でもいいんですけども、より高いところを目指してもいいのかなみたいな。頑張ってください。悩みが第一志望がないとか軸が定まらないっていうことで、効率的に就職活動するっていうのはなかなか難しい。どうやったらピンと来る会社に合う確率高めるかみたいな方が大事かなと思うんですけど、一つなんかあるなと思うのは、僕おすすめするのはナビとかのフリーワード検索とかあるじゃないですか。例えば牡蠣の養殖やってたわけじゃないですか。牡蠣で調べたらなんか牡蠣がふわ出てくるとか、僕はすごいいいと思ってて、もうほとんど遊びでいいと思うんですけどね。なんか好きなものとかから始まったりとか、ホットテニスとかオーストラリアとか、いやそれでもいいと思うし、チュンさんの尊敬する理由は何でしたっけ？行動力。行動力、はい、実現力。誰のが実現力みたいな感じ入れたら、実現力大事してるからボワーてるとかね。だからフリーワードでいろいろ遊んでみたら縁が、ね、できる確率は高まるんじゃないかなという。そうしないとものすごい数多分受けなきゃいけなくなるので、はい、大変じゃないですか。で、ね、就活大事ですけど、就活のために学生時代があるわけじゃないんで、はい、多少はそういう効率的に出会いがあるようなやり方を試してみたらどうかなと思いました。ということで、本日は皆さんお集まりいただきありがとうございました。ありがとうございました。